リール包囲戦は、フランス革命戦争中の1792年9月25日から10月8日にかけて行われた、アルベルト・カジミールホンザクセンテシェン率いる、ハプスブルク帝国軍によるリールの包囲。リールは、激しい砲撃にさらされたが、ジャンバティスト・アンドレル・オードラ・ボンネリー率いる守備軍は、砲撃に耐えた。オーストリア軍がリールを完全包囲することが、できなかったため、 フランスは常に増援を派遣することができ、バルミーの戦いでフランス軍がプロイセン軍に勝利したとの知らせが届くとテシェンコーは包囲軍を撤収した。次の戦闘は11月のジュマップの戦いだった。包囲戦の記念として1845年に女神の柱が建てられた。フランス王国が1667年のリール包囲戦でリールを占領すると、 フランスの技術商工セバスティアン・ル・プレストルド・ボーバンは、リールの守備を強化するよう命じられた。五角形となっているリールの星型要塞は1668年から1672年までの間、150万フローリンをかけて築かれ、その成果は、ボーバンに、城塞の女王と言わしめた。城塞の周辺は、リール市と隣接する部分を除いて、沼地となっており、 浸水した二つの溝と遮蔽のある二つの道で守られた。1670年、新しい防御工事のために古い壁の一部が取り壊された。そして防御工事が完成すると、リールは合計で、掘るい16箇所と確保4箇所に守られた。防番は巨大なリール要塞の守備には、城塞の守備兵線を含む合計1万2千人を要すると概算した。 1708年のリール包囲戦では、ルイ・フランソワ・ドブ・フレール率いるリール中流軍が弾薬切れにより、プリンツ・オイゲンとマール・バラ公爵に降伏した。8月19日、ラファイエット公爵ジルベール・デュ・モティエは、北方軍の指揮から離れて、主幹22人と共に、大仏大同盟軍の領地に入った。当時、急進化していたフランス立法議会はラファイエットに、 パリまで出頭して、サモンに応じるよう命じており、19日には反逆罪で起訴された。プロイセンとオーストリアはフランスがラファイエットをギロチンにかけようとしたことを知らず、1797年までラファイエットを収監した。ラファイエットの後任は、より厳なシャルル・フランソワ・デュムーリエだった。彼は、オーストリア領ネーデルラント侵攻を夢見ていたが、 事態の発展で延期を余儀なくされた。8月24日、フランソワ・ジョゼフ・ウェスターマンが参謀本部に論理が弱い抵抗の後、退仏大同盟に降伏したとの知らせを届けた。デュムーリエは、リールを指揮していたアンヌ・フランソワ・オーギュスタン・ドラ・ブルドンネに、北方軍の北翼の指揮を任せると、ウェスターマンと、A、AE コールド艦のジャック・マクドナルドと共に南下した。 対仏大同盟軍は、中央部のブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル校、カール・ビルヘルム・フェルディナント率いるプロイセン軍42000のほか、右翼に、フランソワ・セバス・チャンシャルル・ジョゼフ・ド・クロワ率いる、オーストリア軍15000が、左翼に、フリードリヒ・ヒビルヘルム2・ホーエンロー・エキルヒベルク率いる、オーストリア軍14000が配置されていた。同盟軍は、ロンビを砲撃して降伏させた後、 9月2日のベルダンの戦いで素早く勝利を収めた。デュムーリエはようやくブラウンシュバイク公がパリへ進軍していることに気づき、プロイセン軍を追ってグランプレに進んだ。また同時にピエール・ジュエルド・ベルノンビルに命じて、北方軍から兵士1万を連れて交流するよう命じ、ブレイズ・デュバルに3050人を連れてくるよう命じた。そして、9月20日のバルミーの戦いの後、 ブラウンシュバイク港はフランスから撤退した。デュムーリエがいない状況では、モビュージュには、ルネ・ジョゼフ・ド・ラヌー率いる6000人しかいなかった。ジャック・アンリド・モレトン・ド・シャブリアン率いる4000人は、ブルイー・サンイコールタマン、サンイコールタマンイコール・ルイコールゾー、オルシーの間で散らばっており、また他には、モールでの軍営に4000から5000人が駐留していた。アルベルト・カジミール・ホンザクセンテシェンは、 フランス軍をブラウンシュバイク港の対処から引き離すよう攻撃を仕掛けることにした。テシェン港の軍勢は51個不評大隊と40個騎兵大隊であり、うち14個大隊は中流軍だった。9月3日、馴染みハイスタライアンタルがフィリップビルを脅かすのと同時にジャンピエールド・ボーリューがキーブランを脅かした。9月5日にマクシュミリアン・アントワーヌード、 バイエドラトゥールがトゥルネーからリールに進軍すると、モレトンは、モールでの軍営を放棄してスカルプ川の向こうまで撤退した。ドラトゥールは追撃して、モルターニューデュノールで、フランス軍を敗走させた。敗れたフランス軍は、モレトンをリンチしようとしたが、モレトンはそれをやめるよう説得した。モレトンは後に、自軍の多くが命令に従わず、サンイコールタマンで酔ったり略奪したりしたと訴え、 旧神派のジャーナリストルイ・マリー・プリュドムは、後に、モレトンが無能か反逆者であると指摘した。女神の柱、2008年撮影。攻撃が強行を引き起こしたのを見ると、デシェンコーはリールを包囲することにした。9月16日、モンスにいた、暴竜の軍とトゥルネーにいた、ドラトゥールの軍と合流して合計1万5000人と、 大砲5十門の軍勢になると、テシェンコは9月25日にトゥルネーを立って、包囲軍と合流した。防壁条約の要塞のうち最強の一つだった。リールはこの時、ジャンバティスト・アンドレル・オードラ・ボンネリー率いる3000人が駐留しており、補給も、ふんだんにあった。包囲軍の工場停断が小さく、軍も弱くて、リールを完全包囲することができなかったため、 フランス軍はやすやすと増援を城内に入れることができた。9月24日、オーストリア軍はフランスの全勝部隊を撃退、同日夜に残豪を掘り始めた。平行号の一つ目はトゥルネーへの道路を横切るように掘られ、合計大砲30門を有する砲台5門が200ペースの間隔で配置された。ラボンネリーは、テシエンコーの降伏勧告を拒否した後、 毎晩のように装置を派遣したが、包囲工事を阻止することができなかった。9月29日、オーストリア軍は砲撃を開始した。城内に火の手が上がったが、市民消防隊が損害を低減させた。また、フランス軍も大量の砲弾を打ち返した。やがてラ・ボンネリーの軍勢は増援を受けて2万5000人になり、包囲軍をも上回る人数になった。10月3日までに、 オーストリア軍の砲撃がまばらになった。10月4日、テシェンコーヒ、マリア・クリスティーナ・フォンニエスター・ライヒがオーストリア軍の軍営に現れ、砲撃が再び激しくなった。テシェンコはこの時までにブラウン・シュバイク港の撤退、及びフランス軍が増援を受けたことに気づいた。6日、彼は大型工場砲を運び出すよう命じたが、 すでに砲弾が6万発リールに打ち込まれていた。そして、8日に撤退を開始すると、マリー・ピエール・フェリクス・シェノンド・シャンモラン率いる、フランス軍は追撃したがその手が弱く、オーストリア軍はほぼ妨害されずに撤退した。リールへの破壊に激怒していた住民は場外に出ると、オーストリア軍の包囲工事を破壊した。勝利は、フランス中で祝われ、多くの人が従軍を決めた。 アルベルト・カジミール・ホンザクセンテシェン・ラ・ボンネリーの中流軍1万は、第85不評連隊の2個大隊、第15、86、100不評連隊の1個大隊ずつ、第24、44、56、90不評連隊の兵隊部、国民衛兵の1個大隊、国民衛兵の3個大隊の兵隊部、第3、6騎兵連隊の兵隊部で構成された。 また、包囲戦の最中に増援を受けた。シャルル・フランソワ・デューは1792年夏、以来リール中流軍の指揮官だったが、包囲が始まる直前に、ソワソンの軍営を統率するよう命じられた。彼はそれでも9月23日に、リールに戻って、指揮を取ろうとしたが、数日後に、職務停止になり、パリへの出頭を命じられた。彼は、命令に背いて、 包囲戦が終わるまでリールに止まり、10月10日にようやくパリに到着した。彼は新聞で攻撃されたが、包囲戦の最中にリールを離れることは、臆病な行為であるとして、自分を弁護した。オーストリアの包囲軍は10.5個不評大隊、6個不評中隊、18個騎兵大隊で、合計13,800人だった。工場兵器は、大砲、榴弾砲、 九方合計五十二門だった。テシェンコは、オーストリア軍を三手に分け、それぞれドラトゥール、フェルディナント・フリードリヒ・アウグスト・フォン・ビュルテンベルク、ュ流に指揮を任せた。ドラトゥールの部隊には、フランツクサーバー・フォン・ベンクハイムトル総的男兵、大体、第33スタライ不評連隊が含まれていた。ビュルテンベルクの部隊は、スタライの軍、すなわち、 第9クレルフェ不評連隊の第1大隊、第15アルトン不評連隊の第2大隊、そして、ピュックラー敵弾兵大隊が含まれていた。防御の部隊は、カールフリードリヒホンビーラの軍、すなわち、第30リーニ不評連隊の第1大隊、第55マレー不評連隊の第1大隊、第57ヨーゼフコロレード不評連隊の第2大隊、オドンネル自由軍団の4個中隊が含まれた。 ルイ・フランソワ・ド・シバラールは、騎兵部隊を率いた。騎兵部隊は、第16ブランケンシュタイン・フザール連隊の2個大隊、第31ラトゥール系騎兵連隊の7個大隊が、含まれていた。シャルル・ジェーヌ・ドロレーヌは、第30ブルムザー・フザール連隊の2個大隊、デゲルマン・ウーラン自由軍団の6個大隊で、構成された、2つ目の騎兵部隊を率いた。 カール・フリードリヒ・ホンリン・デナウは工作隊とポンツーン建設工兵隊の1個大隊ずつを率いた。なお、蒸気の他にも1個機兵大隊と1.5個、不評大隊がいた。フランス軍の損害は死傷者100から200と、概算されている。オーストリア軍は、戦死43、負傷161であり、工場砲20門が連続した砲撃により、爆発したか、 使えない状態に陥った。オーストリア軍はリールを落とせられないとされている。ラボンネリーは、フランス政府に、リールの家屋の4分の一が焼け落ちたと報告した。また、艦長の理事は、家屋500件が、全壊、2000件が損害を受けたと報告しており、さらに、サンテティエンヌ協会も壊された。とある作家によると、この損害の数は、 政治的な目的をもって誇張された。プリドムは出版物でデューを命令不服従、ラブルドンネをリールの替え囲いの遅さで攻撃した。ブラウンシュバイク公が完全撤退している最中、デュムーリエはこの機会にリールを守備した大軍をオーストリア領ネーデルラントへの侵攻に転用することにした。彼はフランス政府に侵攻の許可をもらい、8万から10万の軍勢を 集めた。テシェンコウは極めて危険な情勢に陥った。次の大規模な戦闘は1792年11月6日のジュマップの戦いとなった。ありがとうございます。